はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、いよいよしばらくをお宝コンプリートして解放したいなと思います。そして残り1個か2個になった時にタイミングを見計らって横取り戦をね仕掛けていきたいなと思います。そのあたりもね、ちょっと攻略できたらいいなと思います。さあ、まずはしばらくのお宝集め。ちょっとね、優勝回数が上がってくると、まあ上がってくるって言ってもね、まだ10回程度なんですけども、種族縛りのステージが出てくるよね。なかなかね、そこが難しいというか、なかなか自分のね好きな妖怪が使えなくなってくるので、ちょっと難しいなと思いますけども、今回はヤマタン使ったパーティーですね。ヤマタンで膨らめておいて、まあ強力なアタッカー勇ましですけども出していきます。このかまいたちもね、なかなか優秀です。そして生ハゲ、攻撃力アップ。今ね、ちょうどトーナメント進めるときには、この特殊能力持ちの妖怪かまいたち、そして生ハゲのね、技レベルというか妖怪レベルをね育てながらやっています。さあ、お宝落ちましたね。お宝もね、後半になってくると若干持っている色かぶってくるんだよな。さあ、残り3つです。今のところはでもそんなにかぶりなくいけてますね。そして僕はあの横取りありのモードでやっています。まあでもね、まだ今のところ横取りには合ってないですね。どうなんだろうね、皆さんはどうでしょうか。横取りありでやっている方どうですかね。横取りあったりしてますかね。ちょっと僕のパーティーがセンターに太陽神エンマを置いているので狙われにくいのか、それともまだそんなにみんな横取り戦激戦になっていないのか、ちょっとよく分かりませんけども、まだしばらくのねところなんで、まあ、そんなに激しくはないのかもしれない。後半あのエンマブレードとかになってくるとね、かなり多分激戦だと思います。前回のエンマイベントでも仙台エンマ解放するときはもう全然お宝落ちないし、落ちたと思ってもすぐ横取りされちゃって、もうこれ集まんねえなっていう感じだったからね。前回のその仙台エンマの時はもう横取りメインみたいな感じにはなっちゃってたよね。さあ、フィーバータイム中に必殺技出して、まあ、ワイマネも稼ぎながらという感じですね。おっと、落ちましたね。967ワイマネ、しばらくの矛27ポイント。優勝した回数が上がっていくと、このゲットするポイントもね、だんだん上がっていくよね。さあ、ちょっとかぶり出してきたぞ。残り3色まだね、残り3色すべて横取りはちょっとね、まだパスもねそんな枚数ないし厳しいんで、もう少し自力で集めたいなと思います。さあ、まずはフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていきます。こういう弱い妖怪来ると微妙に嬉しいよね。ボス妖怪とかはね結構強いんで、特にあの必殺技ゲージを吸い取ってくる、そんな妖怪はねちょっとなかなか倒しにくいんでね。さあ、フィーバータイムまでに全ての技ゲージ貯めたいと思いますけども、さあ、プラチナ鬼が溜まってないけども、溜まりましたね。さあ、攻撃力アップ2回が K の、そして花坂 G でスコアアップです。さあ、太陽神エンマ回していきます。さあ、かまいたち、さあ落ちろ。おっと、紫か、かぶり出したか。さあ、妖怪も育てていきます。28ポイント。さあ、優勝です。さあ、
横取りチケット出てこい。225Y マネー、これ時々ねレアアイテムとかね横取りチケットが出てくるんで、まあ微妙に嬉しいよね。今優勝回数が15回、ポイントの方はとりあえずね1000ポイントでリボーンが欲しいなと思って今貯めています。リボーンは横取り時に強さがアップするという特殊能力があります。なのでやっぱりねイベント後半になってくると横取り戦がメインになってくるので、横取りでね特殊能力がある妖怪はもう積極的にゲットして使っていきたい。早めにゲットして、まあこんな感じでステージで使いながら妖怪レベルもね上げて育てていきたいなと思います。今回のトーナメントどうなんだろう、太陽神エンマ使って進めていく人が結構多いのか、もしくはキラコマをね使ってワイマネー稼ぎながら進めていく人が多いんじゃないかと思います。ただねキラコマはね横取りで狙われやすい。今回この横取りでね特殊能力がある生々ハゲが勇まし、そしてしばらくも勇ましなんで、結構ね勇ましでこのキラコマパーティー狙ってくる人多いんじゃないかと思います。さあ青色来ましたね。29ポイント、なかなかたまらない。もう少しで1000ポイントいけるかな。さあ残り2色になったぞ。ちょっとねこれで横取り戦が視野に入ってきましたね。うまくね横取りのこのチャンスタイムが出てくれればもうそこで行った方がいいのかなっていう気はするね。やっぱりねチャンスタイムはでかい。チャンスタイムはまあ相手さえうまく選べばほぼほぼ勝てるでしょう。なのでまあしかしねなかなかチャンスタイムこっちの思うタイミングで出てくれないんで、しかも5分しかないんでね、ここがなかなか判断迷ってたら終わっちゃうよね。さあ店長強えな。今回この生々ハゲがトーナメント全ての敵からのダメージダウンということで、これ非常に役立っています。やっぱりトーナメントもね勝ち進んでくると難しくなってくるからね。さあ攻撃力アップからのかまいたち、そして太陽神エンマいきます。さあこれでね多分ワンフィーバーでいったんじゃないかと思います。今回の SSS ランクの暗黒神エンマ欲しいよね。おっとまた落としました。しかし色かぶってますね。この最後の1色2色がねなかなか揃わない、なかなか揃わないんだよね。緑と黄色ですね。さあ行きます。今回のこの暗黒神エンマ必殺技が回し消し、さらにフィーバーゲージを増加ということで、また新しい必殺技どうなんだろう。ワイマネー稼ぎとかでも使えるのかな。ただ現状この暗黒神エンマ優勝した時に時々こう乱入してくる、そしてまだむちゃくちゃ強いんだよな。なので鳥部屋持っている方は多分倒せる。だけど僕まだ持ってないんで現状ねまだ倒せないんだよね。特殊能力持ちのエンマブレードがあればいけるかな、わかんないな。ちょっと試してみないとわかんない。なのでまずはエンマブレードゲットすべく今お宝集め進めていっています。まだしばらくの段階だけどね。さあ花咲かじいスコアアップからのかまいたち、さあワンフィーバーでフィニッシュです。さあ落としてくれ。おっと緑来たぜ、これは嬉しいね。
意外と順調に来ました。残り1食か。さあ30ポイントをゲットです。さあトーナメント優勝しました。横取りチケット出てこい。おっと5つ星コイン、これも嬉しいね。さあ残り1個。さあ大航海船長いきます。このステージは種族縛りがあるのでちょっとね使う妖怪変えました。キラコマパーティー、まあ、ちょっと通常のキラコマパーティーではないですけども、一応ね不思議族で固めちゃうとなんか横取りで狙われそうなんで、ちょっと変則的にプリチー勇ましも入れています。残り1色なんでね、ここでちょっと横取りされて減らされたらちょっと嫌だなっていうのがあって、こんなパーティーで行っています。まあちょっと考えすぎかなっていう気もするけどね、まだそんなにね横取り多分激しくないんで、まあ放置しておいてもね取られないような気はするんだけどな。さあ攻撃力アップからのスコアアップ、そして単体攻撃。さあキラコマいきます。やっぱり謎力士は強えな。さあフィニッシュ。おっと落としたぞ。これは黄色ではありませんね。大々やっぱり最後の一色は難しいな。チャンスタイム来ないかな横取りの。おっと4つか、厳しい。行きましょうかね横取り。ああ結構いますね。どこを狙おうか非常に迷いますけども、勇まし狙っていきましょう。薄ら影でいきます。有利属性。お今回ちょっと発動しましたね。いい感じです。おっといったぜ。黄色横取りしました。これでコンプリートです。さあしばらく、確かこれはレジェンド妖怪だよね。 S ランク非常に使えます。さあ次はメカオロチいきます。